皆さんこんばんは。元男の子のアウカノンです。今日はですね、この新居に来てから約1週間経ちました。で、だいぶ家具とかまあいろいろ動画で紹介したと思うんですけども、揃ってきて、まだ唯一ですね届いてなかった家具が一つあります。それがこちらに映ってますけども、今私はこのマットの上で寝てるんですけども、実はですねロフトベッドという2段ベッドの1階部分がなしバージョンみたいな、まあそういうものを注文してて、だいたい1週間半ぐらい待ちだったんですけど、今日実はですね届きました。そのベッドをですね、まあ、ただ寝るっていうよりかは愛する彼氏の和田るくんとイチャイチャするために、今回ですね和田るくんに手伝いに来てもらったんですね。ああ、お久しぶりです、渡るです、はい、あのイチャイチャロフトベッド、今日は、うん、あの組み立てを、ね、渡るくんのために買ったから、うん、力仕事ね。いや、違う、あの渡るくんに愛情表現するためにベッドを買ったのよ、うん、力仕事ね。はい。いや、ごめん、あの力仕事でしょ、絶対。いや、やばいんだよね、本当に。いや、絶対力仕事だ。だってあれ見てください、ベッド今日届いたんだけど、宅配業者の人もめっちゃ強そうな兄ちゃんが、これやばいっすね、重いっすよみたいな。100キロ以上あるっしょ、あれ余裕で。え、ちょっと渡くん持ってみて。いやこれマジで本当にこれやばいよ、本当に。私もさっきちょっとね持とうとしたんだけど、よくこれリアルに、これだってなるさ、横幅2メートルぐらいあるね。そうだよね。これを今回は渡くんとですね2人で組み立てていきます。すごいね、自信があるの。何がなんつったって、元大手引っ越し会社を1日で辞めた僕なんで絶対大丈夫だと思います。絶対無理じゃん、終わった。見える、うん、てかめちゃくちゃこんなにでかいんですよ、やばくない？ 2 メーターぐらいあるのかな、うん、190センチはあるね。あるかな。これさ、街でこうやって持ったらさ、引く。いや、すげえんじゃない。いや、でも元高校球児だからいけるでしょ。いけるわけないでしょ、握力70だから。いけるでしょ。今30以下。いや、逆に私ね、あの握力弱くなりたかったの。だから嬉しいんだよね、今多分28ぐらいになったから。だって前ほんとリンゴ潰せたからね。あーでも嘘、ごめん、それは持った。潰せるっていうか、うん、あのミシミシなんのリンゴって、うん、潰さないで、ミシミシさせないでちゃんと食べて。はい、ハサミどこ。いいねいいね、慣れてきたよ慣れてきたよ。ちなみにこれ完成図ですね。階段トン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 。いいすげー。どう、てかなんでさ、その何配送業1日で辞めたの。え、なんで1日で辞めたの。大変だったの。なるほどね。でもさ、めっちゃ大変っていうよね。いやマジで大変。ヘルニアになる人いるんでしょ。見てください、これが今こんなになってますよ。やばくない？パーツの量半端ないよね。いや、達成感に包まれるため頑張るかわ。これでもめっちゃうまいよね。うまい。60カロリー。うん、おいしいわ。うまっ。この作業どんぐらいで終わるかね。1時間ぐらいでかかる。かかるね。あ、今日1時間くらいかかりそうで、あっくね、あなたねえし、ほら、おお、いい音。カメラ一回止めようかな、なんか無理だわこれ。うん、ある程度まとまって、うん、これ細かいところいいんじゃない。そっか、なんとかですねちょっとだけ形は見てきたんですけども、どうぞ。こうこう、うん、柱っていうか、なんていうの、うん、骨組みの一部が、うん、はい、まだまだ時間かかりそう、もう笑うしかないね。30分でこれだね。頑張りますか、引き続き。渡辺くんも反対側。はい、へいへい、働きますよ。働いてください。メスかっこよくない今の、うん、どうですか今の気持ち。いやでも組み立てって楽しいけど、うん、楽しいだけじゃないんだね。子供の子育てと一緒だ。ちょっと何言ってるか分かんないけど、はい、そうっすね。でもあと大きいやつ、うん、大部分をこうなんか、そうね、細かいところは結構組み立てしたからね。やばいね、ここまで2時間ぐらい。うん、2時間ぐらい。今の気分は帰りたい。多いんじゃん、早いじゃん、早い早い。
ネジ回し YouTuber じゃん。クソダサい。こういう感じ。あ、なるほどね。で、こう、うん、ピッ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 。どう？あ、いいかも、いいかも。これきつい。きつい。耐えて。やばい、マジで。よいしょ。すごい。で見てこれ、本人のサインだよこれ。みんな音符ちゃん、ドレミッチ、ハナちゃんの全員声優さんのサイン直筆。欲しい、うん、欲しい。こわ、こんな感じ。めっちゃ疲れる。アキコノさん、ん、 YouTuber ですよね。そうですよ。今カメラ回してますよ。あ、ほんと？うん、いいですか、そんな背中の後ろ姿だけで。でも、なんで今これ力入んないんだもん。ちょっとしょうがない、僕が回るか。おお、なんか牢屋に閉じ込められてる青木かなさんって感じ。つらい、力入んない。この作業やばくない？うん。しかも、いつもさ明るさとか超重要にしてるじゃん、動画撮ってる時。うん、もう今た、なんつ、このベッドのさ、ロフトの下だからめっちゃ顔暗いからね。そうね、うん、普通なんて考えてられないほどね。体力が消耗してます今。結構大変だね、あのお仕事兼プライベートって。そうだね、これも仕事なんだなって思うと、うん、やばいよね。でもこんな青木さん、カノンさん見れないよね。本当に。うん。疲れた。来た。俺が乗ってもこの、あ、全然行くともしないね。本当？うん。終わった。疲れた。明日汗くそ、俺マジで。作業時間約4時間42分ですね。どうですか？え？やってみてどうですか？撮影前と撮影後でさ、うん、こんなにモチベーションが明らかに変わる動画初めてだね。でもこんなに素晴らしい、あ、そう、よかった。ペットが、ありがとうございます、手伝ってもらって、うん。お手伝いに来たんだよ、今日は。いや、違うよ。渡辺くんと一緒に、あの、イチャイチャベッドをね、作りたくて。うんうん、そっか。ではですね、今から登っていきます。どんな感じなんでしょうか。服装着替えしちゃったけど。いきます。ここあんまり広くないんですけども、多分、そう、このティッシュ箱2つ分ぐらいなんですけども。よいしょ。ほい。すごい。死んでる。あ、やべ、動画だ。わかる。キャラ作るな。すごいすごい。すごい、天井の高さはあれですけども、あの、多分1メートルぐらいなんですけど、見てください、この景色。すげえ。いかがでしょうか？こんな感じで、かなりいい感じです。寝心地もめちゃめちゃ良さそう。ね。本当嬉しいです。嬉しい、こんだけ一緒に頑張ったからね。ね、そう、そんなよかった。揺れないよ、だってこんな、そんな揺れないね。うん、揺れない、大丈夫です、 OK です。おっ、絶対俺寝れないよこれ。いや怖すぎ、これは。そんな怖い、怖い怖い、やめろやめろ、マジで、本当に本当落ちるから。俺あのカワウソになりたい。あ、そこに寝て、寝ないってこと。こっちがいい。え、そんな怖い、全然怖くない。いや、怖いよ、これ。え、マジか。ちょっとこれを見て、ほら。うん、そうだよ。青木とベッドインしてどういう気持ち、今。え？どんな気持ち？いや、でもね、正直言って、恐怖の方が勝ってるから。ね。悪いね。ドキドキしろい。疲れたでしょ。え、もう疲れた。ぶっちゃけ、何パーぐらい疲れた？ね、もう159%。猫性と昼の人間の違いでした。さよなら。